西アクラソンの山根さんとそれからゆとりライフの天野さんが、一緒にですね西アクラソンの出会いバーガーを食べるというね動画でございました。あ、なかなか美味しそうでね、楽しそうでいいなと思いますね。まあ、こういう風なね、なんかこう食べながら雑談をする動画っていうのはなかなか面白いんじゃないかなと思います。天野さんの視聴者さんとそれから西アクラソンのね山根さんの視聴者さんっていうのは結構ねダブルで、両方見られてる方がいると思いますから、この2人のタレントさんがね同じ動画に出るっていうのはなかなか面白いコラボなんじゃないかなと思います。で、私からのねこれはまあ、アドバイスと言いますかね、ちょっとこうアイディアなんですけども、こういう時に他のね即家塾のYouTuber さんのお話をするともっと面白いんじゃないかなと思うんですよ。噂話ってやつですね。2人で噂話をしながら食べるっていうのをね、こういうのは面白いんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。それでは今回動画を本当にねありがとうございます。こういう風にね楽しんでいただける横のつながりを持って もらうっていうかね、まあ、横って言っても別に縦はいないんですけども、まあ、私がね見るところ塾生さん同士がこうやって関わっていただいて人と人とがつながっていくっていうのがやっぱりすごく大事なことだと思います。だからどこに行ってもねやっぱり人とつながるってことと、あとはねつながらない人を選ぶってこと、この繰り返しで私たちの人生はできてますんで、どっちもね同じぐらい大事だと思いますんで、これからもつながり合って、行っていただきたいかなと思います。それではまた会いましょう。